爆発の旦那。よし、何を売ってるんだ。魔法の送信具、錬金術の材料、霊薬、その他もろもろだ。ほう、少しも魔術師には見えんが。そりゃ魔術師じゃないからな。火破りにされた哀れな奴らが残した品を処理してるのさ。適切なものに渡るようにな。いいだろう、何がある。希少な品ばかり、どこよりもお安く。まずい、見なかったことにしろ。あのハーフリング何をしてた。なぜ我らを見て逃げ出したんだ。火を消し忘れてたんだろう。生意気なやつめ、貴様を火にかけたいくらいだ。覚えておくからな。行くぞ。いい霊薬だ。ハーフリングの話は本当だな。香りが遠くまで届きそうだ。おい、白髪の旦那、一生に一度のお買い得だぞ。俺のことを告げ口しないでくれたいいやつだな。お礼に値引きしてやるよ。商売しようか。ああ、今回は邪魔されないといいがな。